地球か。見えるな。はい。美しい星よの。とっても綺麗。星か。青く輝くあの星が。そうか。ならば。仮にここだったとして、ピピ。客席こっちですよね。だな。そしたら山田さんはこの辺かな。じゃあ MC ここで。うん。いいね。見えてきた、見えてきた。見えたね、一応。表演アクションはパッケージショーって音声の入ったテープに合わせてアクションをやる。
ってるんですから、そんな気まずい。まあ最低限期待だけは裏切らないでいてくれたら僕らはそれで大丈夫ですよ。僕の場合余計プレッシャーなんですけど。お二人は幼馴染なんでしたっけ。小学校からだな。お綺麗ですよね小手川さん。背も高いし性格も穏やかだし、まさに月のすっぽん。どんな思春期の総意でここまでの差が。あれ、青山すっぽん嫌いだっけ。僕すっぽん大好きです。だよね。今のすごい。本当に当てたのかと思った。本当に当てちゃったら怪我させちゃうから、ヒーローショーは基本寸止め。ヒーローは相手を傷つけないだってね。とにかく楽しむつもりでやればいいって。うん、次結構人集まってますよ。楽しいぜヒーローショー。コーヒーな、頑張る。リラックス青山。はい、小後半の早着替えちゃんと確認しとけよ。あ、はい。早着替えって、あいつ今日ゴーイングブルー役なんだけど、ショーの序盤はブルーのスーツの上にさらに戦闘員のスーツを着て登場するので、戦闘員としての出番が終わったらさーっと着替えて、今度はブルーとしてステージに。それで早着替えなんだ。人で足りてないんで。あしらくん、着替えるならここですよね。だね。間に合うかな、心配だな。でも人で足りないんだもんね。仕方ないね。頑張ります。誰と喋ってるの。苗で殴られ神手に吐け、苗で殴られ神手に吐け、苗で殴られ神手に吐け。うわぁ、なんだあれ。どうした。あ、ステージ脇にあるでかい丸いの、あれタンクですよね。ほんとだ、タンクがある。嘘だろ、邪魔だな。ハゲでここまでの動線に穴があったら着替え間に合わないよ。どうしたらいいの。だから誰と喋ってんのよ。あれは裏通れねえな。なんとかしてどかせませんかね。どかないでしょ、タンクだもん。なんか皆さんヘラヘラしてますけどね、実際これ切実ですよ。今回のショーの演目、衝撃戦隊ゴーインジャー第6話、さらわれたピンク女戦士ヤベーラの悲しみはですよ。ま、皆さん聞いてます。ああ後半のレッドを助けに現れるブルーの登場シーン、結構肝ですよ。着替えながら走れば客席は全く分かってない。感性が摩耗してますよ。自分の好きなヒーローガーデンズを客席を半裸で全力疾走してたら、それ見たお子様たちどんな気持ちになるか想像したことあります。大爆笑かな。しませんよ。お前出せってなるんじゃない。それじゃ困るでしょうが。僕だって赤っ恥じゃないですか、ブルーなのに。あ、タンク中に着替えれば。スーツが濡れちゃう。あれさ、そもそもタンクじゃないっていう考え方もある。どう考えてもタンクじゃないですか。タンクですよね。タンクかな。あ、タンクなんです。爪にもタンクって書いてある。タンクでした。あれさ、タンクっぽいルックスではあるけど、このデパートのコアかなんかじゃない。コアかなんか。なんか丸いしさ。言われてみれば強烈なエネルギー反応を感じるわ。そうか、だとしたらあれ破壊しない限りこのデパートは何度でも再生するかもしれないね。こんな時に小芝居やめてください。いつもこの調子。自分大変だ。そうそう、ブルーの上に戦闘員の服を着ること自体僕の中で演じる上でのリアリティに反する。かっこいいじゃん。心に光と闇を抱えてるか。青山、諦めて今日は戦闘員に集中しようか。そもそものブルー。そもそものブルーが選択肢から消えてる。戦闘員名の人になっちゃってる。まあ落ち着けって。落ち着いてる人には落ち着いてない人の気持ちだって分かりづらいですよ。それで、あのタンク。あ、めんどくせえ。もうタンクなんて言うやつがタンクなんだよ。おお、どうだった、アームのせい。かけても繋がんねえな。あ、参ったね、これ。どうします。さすがにこのままじゃねえ。ポッケに入れてて着信気づかないパターン。存分にやりやる。近くまで来てたとしても、ここ目印ないから行ったら分かりづらいかもよ。あ、タンク。屋上にでかいタンクがある。デパートって言えば大丈夫。おお、僕のタンクが役に立った。あ、ショーまで時間あるし、大丈夫だろ。ねえ、明日君、この後の流れってどうなってるの。おいおい、タイムスケジュールはっと。マルゴツフェス2014。あ、これイベントの名前ですね。今は11時からの市長さんによる開会の挨拶。なっけ、いつまで続くのこれ。これまだ本題入ってないよね。つかみだよね。ダガスベル。その後お笑いコンビ炭酸電池さんのコントライブで、その後12時からが我ら侍プロによる衝撃戦隊ゴーインジャーショーっていうのが。おやー、はい、ちゃんと素振りしとけ。早替えのですか。早替えの素振りですか。一人でそんな宇宙で3番目くらい虚しいやつじゃないですか。背中のチャック殺すの手伝ってやろうか。なんかいいです。ちょっと待って、ヒーローより出すの。あれ今お邪魔でした。ああ、いやいやいや、大丈夫ですよ。ショーの担当者さん。よっか。秘密の作戦会議の真っ最中と
かだったら私完全にデトチリですね。危うい危ういふう申し遅れました。私当丸ごと百貨店で支配人をやっております、矢柄森生と申します。これはどうも、アクションチームトブレープロ後半でチーフをやってます、広田剛って言います。本物だステージではゴーインレッドやらせてもらってましたくれないの原骨ゴーインレッドなんちゃってしかしこの度は遠路はるばるお越しいただきましてありがとうございます本日はですね、我が町で初めてヒーローの方がいらっしゃるぞということで盛大にお迎えしてきたら気合い満タンでござ町の子供たちも体操を楽しみにしておりますね。ここ数日は町を挙げてお祭り騒ぎなんですよ。そうなんだ、本番が楽しみです。緊張する。いいですね、ヒーローのアジトって感じがして。早速出ましたゴーインブラック。私知ってますよ、勉強してまいりました。ありがとうございます。衝撃戦隊ゴーインジャーいいっすねゴーインジャーのお面だ。あ、そうですね、そうですね、はい、いいですか、ちょっとあ、どうも、あ、どうも、ピンクピンクこちらでございます。顔につけていいお面ですよね失礼して。我々はヒーローよ。何してるんですか。触らせていただいて。あやだ黒い。失礼します。あ、やっぱり丈夫にできてるんです。あ、そうですね。アクションやりますから。動くから。はい。そうですね。わしゃわしゃわしゃ。くっそ。くっそ。これくっそ。噂には聞いてましたけど、納という納豆臭。でもね、これだけの汗をかいて日々この星を守ってくださってるんですよ。ありがたや、ありがたや。せっかい、せっかい試すとかね。そうだ、ご紹介が遅くなりました。お前あなた先ほどからお騒がせしてしまって申し訳ございません。当百貨店のオーナーを任せるやがらしげみと申します。普段は森生とともにここを切り盛りしております。こらこら、切り盛りとかダメなって共同運営しております。ホールディングスしております。本日はもろもろ不手際とございますかもしれませんが、最後まで何卒よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの、そのこれはちょっと女の人の胸ばっかりエロヒーロー。いやいや、エロ前の前ドリルですですよね。一体誰がなぜ何のためにドリルを胸にそれ私の方からご説明させていただきます先ほども申し上げました通り、はい、本日の衝撃戦隊ゴーインジャーショーはですね、我が町で初めてヒーローがやってくるぞというかそれこちらからの提案なんですけど、はい、本日のショーでですね、うちのオーナーを出演させてはもらえませんでしょうかと。はあ、ご覧の通り化け物役で、はあ、この1週間2人であれやこれやと考えまして、やはり、ね、この町でショーをやるならショーを盛り上げる意味でもこの町オリジナルの怪人がいた方がね、子供たちも喜ぶんじゃないかそれでこのように衣装を作成しますですね、はい、と丸ごと百貨店のオリジナル怪人ドリル姉さんというのを挨拶するたちです設定的には愛の組織によって改造されてしまいましたこちらの方が、はい、そんなこと急に言われても必殺技は丸ごとボンバーとビームです。それはそうですいかがでしょうか。何でもやらせていただきます。ウィーンガザーそうじゃなくてでは申し訳ないんですけど、本当は悲しい過去があるって設定です。いや、あの、今日のショーなんですけどね、パッケージショーと言いまして、もうね、キャラとか動きとかもほとんど決まっちゃっているんですよね。あのですね、こんな感じですね。あ、口の悩みピンクのため、ならばこう。こちょこちょこちょ。やめて。シーンですか今
前。なんだか悪いことしたときは着脱も可能。やめろ、最後にビームだけ出してもらって大丈夫ですよ。仕方ないね。すみません、何か余計なこと言ってください。ショーを楽しみにしたわ。よろしくお願いします。レッツゴー、レッツゴー。乗り遅れてしまったせいでまだここに到着してないんだよ。何それ大変じゃん。ここまで会社の車でやってきた君には
豪雨だって線路が塞がれちゃってるみたいです。あの雨雲だ。でもさ、あと二駅ってとこまで来てんだろ。間に合うだろ。でも田舎の電車の二駅って結構でかいよ。それでこそ我らの誇りよ。もう時間がない。あとは任せたぞ。必ずやあの青き星を滅ぼす。雨が降ったらショーは中止だから、それにかけよう。ちょっと待ってくださいよ、そんなことって。それだけ作っといた。いつの間に。逆さにしてこの辺に吊るしておきましょう。それとちょっとでも雲を増やすためバケツに水を張っといた。なんとショーを楽しみにしてくれている子供たちを、このまま見捨てるんですか。そうは言ってねえだろ。話をややこしくすんじゃねえよ。おもまだ運転再開してないみたいですね。百瀬が無事だっただけ良かったと思わないとか。そんな、一番でっかいやつあげるから今日も無駄いらないですよ。とりあえずパパに連絡してみよーと。お前じゃ。お前可能性はある。もう裏に事務所になんか連絡入れたら後が厄介だろ。始末書とか書かされるし。始末書書くの俺っすよ。広田さん今バイトでしょ。今何やってんの。お笑いコンビ炭酸電池さんのライブっす。この後、俺ら。あ、俺テレビで見たことあるかも、炭酸電池。人気なの？メガネを使ったネタじゃなかったっけ？こんなやつだったよね。え？鼻メガネみたいな。
あと30分。このデパートが変形してロボにでもなって助けに行くとかね。な。いいね、それ。物ごちない話じゃないっす。あそこにコアもありますね。よし。誰がコックピット座るかじゃんけんしようぜ。最初はグー、じゃんけん、はい。青山、ちょっと操縦してくれ。さてさて、どうなるゴーインジャー。負けるな、ゴーインジャーってか。
ですけど。あなた、切り盛りじゃない。ホールディングスでしょ。ゴーちゃん、俺には無理だって。ゴーさん。伊藤さん。そう。楽しみにしててよ。おい、こっちな。なんなら最前列でお孫さんたちと見てて。今日のショーはね、とびっきりのやつだから。ヤベーラ様っていう悪の女幹部が消極の命令で地球に来るんだけど、その時に押す地球を告発する爆弾みたいなやつがね、自分の星を滅ぼしたものと同じやつだって途中で気づいたの。それでもヤベーラはそんな思いを胸にうちらのインジャーと戦うのじゃ、いい話なんだよマジで。なんでネタバレ言っちゃうの。めっちゃ楽しみにしてるじゃないですか。それは期待できそうな。よければドリルを歌ってください。夢壊れるでしょ。でも、ゲンさんのヤベーラさんは絶品だもんね。おー、素晴らしいね。私のやるイエローは今回は出番少ないんだけどね。あと、あのブラックも出番ほぼなし。一言多いんだよ。だからさ、ね、皆さん、ショー、楽しみにしてますね。何か足りないものがなったら、何かお申し付けください。失礼いたします。あ、ちょっと待って。
感じでおきなぜこんなことに。あれからみんなで話したんですけどね、ここはやっぱりドリル姉さんの出番だろうと。丸ごと百貨店最後のショーですもんね。これでバッチリですね。そんなに考えていてくれたんですか。私頑張ってみます。息は出しましょう。吸ったままだった。吸ったままだった。よく吸っちゃったんだよ。この音にして。みんな。
ました。私が行きましょう。え？私がトークで引き伸ばしていきます。準備が整ったら合図をください。はい。私はこの町の市長、選挙で選ばれた男です。これはゴリちゃんの三人の孫たち。それで結果。はい。では。市長、偉大なお方。やっべよ、準備だ準備。ああ、ありがとう、先輩だからな。私は本番までどこでスタンバイしてればいいんですか。何言ってんの。ヒーローショーはまず MC のお姉さんと子供たちの挨拶だ。どうなんだよ。大丈夫だって今市長が必死になって話を引っ張ってくれてる。ダメだ、これ以上はもうちゃ早いな。まあ、そうか、市長先ほどの会議室で話を助けて喋り尽くしていたもんだ。知らねえよ。でもまだ私何も準備が。あの、まあ、マイクはどう使えば。あのマイクでしたらステージ脇に置いてある3番って書かれてる。3番2番と。わかりました。私が行きましょう。あなた丸ごと百貨店その支配人は私です。皆さんのショーもお客様の笑顔も全て私の責任。私が何とか持たせてきます。しかし君では。市長はここで横になっているんです準備ができたら合図を。大丈夫か。すげえ、つかみもなしにいきなりコケゲーだ。あの男登場と同時に見事なコケゲーを使い張った。いつもはシャイな人なのに。残念だ。あの人体張ってんですよ。たとえ小さなステージでも僕らの失礼のないように全力でやらないと。そうだな。うちらにとってはいつものステージでもさ、このデパートにとっては最後のショーだもんね。うん、ええ市長、ゴブリンはありがとう。だが、こいちゃいられない。ぜひ。ショーができる。あちな、私ピンクやるよ。そんな調子。今こそ私は自分自身の弱さと向き合う時なのかもしれない。いらんでその思いやつ。大丈夫ですか。おお。なんださっきのやつらか。一人増えてますね。そうです。ここ楽屋といって神聖な場所だから。勝手に入んだよ。分かんない人だな。ここは立ち入り禁止なんで。鬼の衣装を返せ。は？俺たちたちの鬼の衣装を返せ。ここ関係者しかダメだ。俺ら今本番前だから。鬼の衣装。何？返せ。石？何のこと？鬼の衣装。もしかしてこれのことですか？それは。どこで拾ってきたの。タンクの横に置かれてたものですよ。邪魔だったんで今こうして。あ、青山さんの発揮が大変なんて聞いたので、ケツまずいたりしたら一大事だなって。邪魔邪魔。うん、おじさん言いません。どんな力の違いでしょうか。この者たちの行動が私には理解できない。無知こそ一番の功罪であるとわからないのでしょう。愚かだ。柳君は頭蓋に穴を開ける特殊な手術、トルパネーションの成功により人には見えないホムクルスが見えているんです。ちょっとよくわかんないです。脳内小人だよ。この石がどうかしたって。今すぐ返さなさい、この石を。お見合い石を。そう、お見合い石を。今一回この石って言われたの。言ってましたね。楽しそう。いやいや、そんな日々暇なんですか。そうはいけない。で、この石は
お匂いし、私たちにとって大切なものです。大切すぎて、おう3つつけてみたんだ。お匂いつけみたいな。全然違うんだ。あ、ねえねえ、なんだじゃ。その石、お匂い石、何に使うものなの。パワーストーンみたいなもん。秘密ダンス。あ、いや秘密です。危ない危ない、ミーがオフランス帰りだとバレるところだったんです。二つですよ。バレたら大変だ。全然興味ねえから大丈夫。これは腰のかけらと呼ばれるものなんだ。ギャッ、だっていいよ。腰のかけら、腰のかけら、何それ、すげえの。こんな逸材があります。この石が光るとやばい。言ってたら短い。何始まりましたか。つまりその石が光るとヤバいってことだ。ゴーさん、なんのそれ。いや、それが私たちもこのお三好の輝きを学んでいましたことないざ。出てけす。ダンスでいいって。失礼いたしました。レダ、結局君らはここで何をしようとしてるんだ。不可思議なものを検証する組織なんだよな。そういえば、なになに、この辺になんか不可思議なもんでもあんの。星のかけらって言ったか。それが何か関係してるとか。出てやます。お見通しのようだね、何もかも。あんたは一通り話してくれたんだ。夢を見たんです。こちらの軒峰さんが。夢？昨夜お風呂上がりにゴロゴロしていたら、私ついうたた寝してしまったんです。お風呂上がりってやはり気持ちいいですから。風邪ひかないようにだけ。その時です。私の中から全身を包む熱いものが走ったんです。コスモみたいなもん。リンゴです。そうでしょ、適当に言ったのに。軒峰さんはセブンセンシズに目覚めているので、そういうことがちょくちょくあるんですよ。セブン、今さらるとテンション上がること言った。今来たのだと分かりました。今こそ大宇宙が呼んでいるのだと。は、星よ、アバタの星よ。本日この町の上空から巨大な光が町を包むと。見た、俺も空から光見たんだ。さっきまで片言だった。光？それって UFO？ おお、この町で一番腰に近い場所であるこの丸ごと百貨店の屋上に設置し待っているのです。その時もこの町で一番腰に近い場所は。あ、じゃあ、あのタンクの上なんかどうですかね。屋上のさらに上ですし。タンクに置いてもしょうがないじゃん。ダメか。UFO か。夢があるな。夢ではありません。これがそれが私たちのリアル。人のトッピングクッキー
何気はヒーローショーなんすか。それがしらアルティメットミステリアサシンショーがそんな頃に引っかかじり合うような人間じゃ決してなく、大いなる怪獣と自分の中にある人が喋ってるでしょうや。それなんすか。めっちゃ光ってるよ。何がヒーローざんすか。呆れた連中さんす。こちらってお見るし、お見るしご存知なんですか。ご存知じゃないですか。分かんない。知らないですもう
ちは大宇宙と一つになれるのだ。やれやれ、騒がしい一日だな今日は。どっと疲れちまうな。どうなんだよ最近。よくはねえかな。そうか。何の賞だったかな。現場に向かう行きの電車で先輩に飲まされちゃってさ。あったあった。結局その日は雨で中止になって、二人でフラフラになりながらサイン会やって、デパートの人にえれえ怒られてな。もう20年前かあれ。そんなに経つのか。そういえばその時の先輩、レッドやってたジョーさん、去年亡くなったっていう。悪い。一度さ、バックステージでジョーさんと二人きりになったんだよ。目の前でポーズ取ってくれて、かっこよかったな。ああ、なりたかったな、俺も。もうなってたりしてな。ダメだよ、俺は。これ脱いだら日給7個のただのおっさんだよ。少なくともチナ、あいつにとってはそういう存在だろ。ヒーローってのは、もっとかっこよく歩けよ。はるたくんがダンボールが重いから手伝いって。まあ、一人で持ってよ、それぐらい。ってやるか。イチャイチャしよって、気持ちの悪いおっさんたちじゃ。
君は？それがし。ナンバーはと聞いている。ナンバー50。52か。なんだ近いじゃん。中間クラスの一個前だ。よかった、初めて来る星だから少し心細かったのだ。ならば話は早い。この星の大気は我らには合わぬ。二人で協力してさっさと目的を済ませ丘へ帰ろう。目的？いずれは我らの手によって滅ぼす星だ。長くいる必要もなかろう。滅ぶ？なんだ機嫌な顔して。いや、はいだぜ。これは？知らないの？知ってるだすけど、今ちょうどと忘れしたんだす。ナンバー52はドジっ子だな。これはコスモスター。我らの母星とこの人では時の刻みが違う。コスモスターはその2つの軸をつなぐ役割を持つ石なんだ。お見よ石にはそんな力が。やっぱりこれはすごいものだったんですね。静かに、気配だ。よし、では早速目的を。みたいな形してんだよ。じゃあ、イカかね？
家みたいな見た目のやつを捕まえればいいってことか。それ一択だな。先生、行かないで。何みんな血相変えて頭おかしくなっちゃったの。ちょっといろいろあって。おい、ジナ、お近くにいて。お兄ちゃんたちこれから宇宙人討伐中の旅に行かなきゃいけないから、しばらくここにいてもらってもいいかい。すぐ戻ってくる。じゃあ宇宙人討伐。まあいっか。ごめんね、おっさんたちすぐ飽きると思うからさ。いくつ？ぬっ、よし。いくつ？え、いや、わからん。わからんって。大丈夫君。一つ質問があるのじゃが。何？己らの言うヒーローというのは具体的にこの星にとってどのような戦力なのじゃ。戦力？軍隊か艦隊か。何言ってんの。戦隊だよ。戦闘を目的とした集団ということか。話噛み合ってない気もするけど、まあそんな感じ。あとウルトラの巨人とか仮面のライダーとか結構おるの、厄介そうなやつらが。その戦隊の中にはどれくらいの兵を構えておるのじゃ。へい、5人。5人。3人の時もあるし。まあ基本的には怪獣とか悪の組織とか異星人の侵略とかから地球を守るのが使命だね。この星には何度か我らの仲間、いや異星人が来訪してきておるのか。ガンガン来てるよ。なんと、ガンガンに追い払ってるよ、うちらヒーロー。えぇ、ー、で、いや、ドカーンつって肉弾戦。時には怪獣派とかに吹っ込んでるね。パッパチあたりが。今日はやっつける予定だったんだけどさ、雨で中止になっちゃって。確かに、わしもこの天候のせいで着地点を誤った。何？なんでもない。データではこの星にはそのような戦力はないはずじゃが。見たことないの。ヒーローショー。ショー？へえ、男の子なのに。私もね、実はないんだ。小さい頃に一度だけさ、父さんにデパートの屋上まで連れてってもらったことがあったんだけど、その日もこんな雨で見らんなかったんだよな。また連れてってもらえばよかったではないか。父さんいなくなっちゃったから。今日もね、雨降って濡れながら帰ってく親子連れの中にさ、いたのかなって。当時の私が見してやりたかったな。うん、なるほど。君さ、子供のくせに妙に賢そうな言葉遣いするね。おかしいか。いいんだけどさ。名前は？なんて呼んだらいいんだよ。名前は特には。こういう時地球では何というのか。聖人。は？聖人でいいよ。聖人ちゃん？星の人で。え、何それ変なの。最近までにキラキラネームってやつだ。お主は何て呼んだらいいのか。私はチナ。千人のナッパって感じ。チナ。漢字わかんねえか。お主も十分おかしな名前ではないか。だな。ダメだ。この星の汚れた大気では長くは持たん。早く宇宙船を直し、一旦母艦へ戻ってから立て直すとするか。どうした？帰る悪いよ。なんでもない、うん、ちょっとこれ近くで見てみてもいいか。てかこれ何？宇宙船？そんなはずはないんじゃないかな。なんだ、ただのバランスボールかい。もしかして動力回路の問題か。結構がっつり見るんだね。乗って遊べるよ、これ。バブンバブンバブン。よかった、バカモン。こやつには悪いが、こうなったら静かになってもらおう。めっちゃ怒られた。何よ、また邪魔が入ったか。
心配なくなって郷さんが。まだ来てないの、デパートの人。郷さんで、いらんことしよって。雨やまねえな。このままだと電車も動きそうにないし、今夜はお泊まりか。さあね。滝さんはさ、なんでヒーローショーの仕事してんの？怪我したからしょうがなく？言いたくねえな。あっそ。みんなはさ、俺以外の職について食いつないでるだろ。俺にはこれしかないからな。やっぱやめ。やだやだ、聞かせて聞かせてねアクションスターになりたかったんだ。でも日本にアクション映画なんてないから。それでスーツアクター始めたんだ。初めはこれはこれで楽しかったよ。自分が子供の頃に見てたレッドが今目の前にいるとかさ。考えが変わったきっかけとかあんの？テレビだとこういうのアトラク用とは作りが違うから、かぶるのにもスタッフが必要なんだよ。横のパッチンがないんだよね。そうだ、横のパッチンがないんだ。何年もやってると自分の面付けをかつて憧れた先輩がやったりするんだけどさ。面付け？体が動かなくなっちまったスーツアクターが俺らみたいな若いアクターの専属スタッフになるんだよ。あれが自分って人間の末路なのかなって。そんな矢先に撮影で足やっちまってさ、あ、これ終わったなーって。で、今に至ると、ちゃんちゃん。ただのイケメンじゃなかったんだね。一応断っとくか。俺は現場では恋愛禁止ってことにしてるんだ。現場でもしものことがあったとき、お互い悲しいからさ。今そのくだりいる？ああ、喋りすぎたな。私はね、今がその時なんだ。自分が憧れてたレッドが目の前にいるって。郷さんのこと、あの人テレビやってたっけ？バカだな。どんな場所にいたって、人はヒーローになれるんだよ。は？君もいつか、それを知る日が来るだろう。俺にだって未だに夢はあるよ。ガキじゃあるまいし、いちいち口にしないだけだ。じゃあ早く足直さないとね。ああ。どこ？ここ。あの子です。ヒーローの皆さん、なんすて。あなたそれ何回使う？木だけは本当に木だけは使わないでもらえると。でもなんかね雰囲気出てたもんね。ないです、ないです、一度ともないです。クソ、どんどん人が来る。で、もしかして迷子のお子さんというのは？多分この子です。聖人ちゃんっていうんだよな。うむ、あら、変わったお名前。はい、マミー、この場に必要はないよ。一旦事務所行って、そこでお父さん、お母さん探そうね。マジで聖人ちゃん、ちょっと待って。いやー、参りましたな、この雨だし。下手に連れて歩くわけにもいかないしね。あれ、他の皆さんは？宇宙人討伐のために出かけてます。宇宙人討伐？俺呼んできますわ。この雨の中？相変わらず楽しそうなこと。宇宙船だ。あなたまさかの宇宙船だ。これ宇宙人が乗ってきた説濃厚なんですよ。高い。ドリルで刺してみます。あまり干渉しない方がいいではないかな。てきにいつまでここにいるつもりだよ。わしここにおる。あ、ヒーローのお姉さんと一緒にいたいんでしょ。そうだ、このヒーローパーティー。
鶴山市に友達がいたなんて初めて知ったな。鶴山市は未知でいっぱいだ。ナンバー52よ。いつもとはどういうことだ。まるでこの者と長い付き合いかのような口ぶりではないか。うん、だからそのアブソルには深い悪意。この子、違う。この星の人間じゃない。どういうことだ。地球人じゃなきゃ何だって言うんだよ。宇宙人とか。だから宇宙人は怒りだよ。立派だ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 。立君は一体宇宙人。いや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 こんにちは、ヒーローのお兄さんだよ。え、おい、割ったのバカな、チタン合金製のお面が。お前が持ってきてたんだよ。ごめんなさい、ごめんなさい。ここは鳥山市。次は外さんぞ。あいつ本物だ。おまず我らの母なる星はここじゃ。そしてこの星
ろいろあって今我らの住む母性はここそこかよ立場取っていいよ現在は一度は裏切ったこことここがまた我らの傘下にあり今はここを拠点にあの星とこの星をこの経緯で行き来しておるダメださっぱりだ何で知って理解してる知ってきれいだね現実逃避してるつまり何が痛い走らせた地球の情報はこの星とこの星とこの星つまり銀河系空間戦争を勝ち残った軍事惑星に売られるのだするとどうなるの情報を買った惑星のやつらはそれで何をするつもりだおお地球は美しい星だだがそこに住む者はか弱き生き物ばかりたちまち無数の異星人がこの星を侵略しに来るだろう土地は根こそぎ奪われこの星が生み出す多くのエネルギーは我ら軍事惑星の貴重な資源となるそんなこうやって我らは生き延びてきたのだ地球人など滅んでしまえばいいお待たせいたしましたいえいえ残念ながら司令官とはおつなぎすることができません何申し訳ございませんそれは伝達は以上ですおいおいどうなっておる答えるか話は聞かせていただきましたもしかしてその母性とやらに見捨てられたのではないですか正体がバレちゃったからですか置いていかれたってことかそんなことはないだってわしはいないだろうの己ら動くなよ下手な動きをしたらこやつの足をやれよなんじゃとただしやるなら私の足を狙えそれでいいだろうでもそれではチナが歩けなくなるだろやれっつってんだろ本当に撃つぞわしは本気だぞチナどけ滝さんだから言ったじゃんちゃんとアップしとけよってろくに動けもしないくせに滝さんはさ夢があるんでしょちゃんと怪我治して早く復帰しなきゃじゃんそれが戸倉屋プロのためだよダメよこけますどけよこの体何やってたの主人、おめえの星じゃよ弱い者いじめするやつがかっこいいってなってんのか別に弱い者いじめじゃないもん誰でもよかったのだいやそうじゃねえだったら怪我人とか女の子じゃなくてよこん中で一番強いやつ狙わねえでどうすんだよそんなんで地球死んじゃっか郷さんよかろうでは誰を狙えばいいのだ出番だ青山ボケ冗談です死んじゃうよ辛いやべえどうしてしまったんですか
しなさい。これで合ってるの？あ、それさっきステージでやっていた炭酸電池のネタ。いつまでも泣いてんじゃねえよ、かっこ悪い。ね、泣いてなんかないもの。じゃあ笑え。シノ、これ今地球上で一番おもろいネタだから。花芽シノ、ありがとう。さっきパパは40メートルあったって言ってたわね。うん。どうして過去形なの？あった。お、何か訳があるんじゃない？言ってくれよ。わしの父はかつて偉大な王だったんだ。父が銀河の星々を統治していた頃はそれは平和な君で、星々の王宮も海洋でとても賑わってて、じゃがある日建国王である男が突如父に歯向かい、父はそうだ、分かりやすく図解するね。今はそれはいい。もちろん私もひどい扱いを受けた。生活は一変した。じゃがわしは負けるだけにはなりたくなかった。だから必死で勉強し訓練しここまで来た。あと一歩、あと一歩なんだ。この試験に合格さえすれば力は持てる、そういう身分につける。そうなればお父さんの無念を晴らせると。試験って銀河星空間軍事試験。これに受かればわしも立派な司令官の道を歩める。今日地球へ来たのはその最終実技試験。そのカプセルに書いてある55という数字は私の受験番号だ。ナンバー55。もしかしたらこのプレート部分誰かに壊されたのかもな。明らかに内部から行かれてる。そんな、なんでだ、なんでこんなことに。見透かされてたんじゃない、星人ちゃんの思惑。お前は王だったやつの息子なんだろ、いくら勉強したからって。敵、言い過ぎだ。悔しい、わしはここで死ぬ。その前に一発蹴らせろ。悪の異星人なんだろ、だったら追い払わなきゃ。うちらヒーローだし。パーク縛れ。戦隊ものではね、やっつけられたら大きくなってよみがえるんだ。もっと強くなれ。何をしているやべえら、早くそのスイッチを押すのだ。しかしこれはあまりに強力すぎます。今はまだその時ではないかと。もはやこの地球は用済みだ。やべえらよ、我の言うことが聞けぬというか。宇宙に広がる大銀河、これら全てを掌握するのが我らが消極様の野望。いいぞやべえら、さ地球なぞ滅ぼしてしまえ。お前のふるさとと同じようにな。どういうことですか、消極様。私のふるさとは敵の艦隊に滅ぼされたのでは。お前には関係のないことよ。ふるさとを失った幼き私を女戦士として一人前にしてくれたのは消極様、あなたでございます。黙らぬかやめろ。何をしてスイッチを押せ。私は一体どうしたら。悲しい話だろ、裏切られてそれでもゴーインジャーと戦うんだよ。これはヒーローショーって言って子供たち相手にショーを見せてあげるのが仕事。俺らはヒーローではなかったのか。
弱い者いじめしてる悪い奴をこうバチーンってやっつけてる姿を見てた子供たちはさ、自分がいつかこう大人になった時に弱い者いじめしてる奴をこうやってやっつけてやろうって思うわけじゃん。その時、その子の心に生まれた悪い奴に負けない気持ちがヒーローなんだ。ケンさん、生まれて初めていいこと言ったんじゃない。これもお見合いの力ですだよ、お前その言い方食べちゃうよ。行くの？わしは星へ帰る。でもどんな目に遭うかわからないぜ。新しい生き方を選んでもきっとわしは後悔する。だから帰る。報告は？しない。治りました。気候テストをしたいのでこちらへ。はい。あの人はああ見えて若い頃宇宙船技師を目指していた時期もありました。おお。その強引さ、嫌いではない。いいな。いいの、ブラック。
せてやろうと思うんだ。レッドばっかりいいとこあげないようだ。行くぞ、レッツゴーイン。さあ広げよう。ちくしょう、ブルー、今のは俺の決め手になぜ。知ったことか。来るぞ。ここが俺たちのありがとう。今すごく楽しい。ここ全然これの付け合わせを。
週キロに着く。この星には侵略するには他愛もない知能を持った民族が住み、それはすぐに他人と戯れ同調し不和雷動し争い合う愚かな宇宙人。ではそこにいる地球人どもの記憶を消せ。正体を知られたからには今後の侵略に影響が出る。記憶を消すのだ。ナンバー55よ、お前は優秀な戦士の血を引いた男だ。消すには惜しい。条件は我らへの復讐。どうした、できぬというか。歯向かうのならばその時は。そんなことはありません。さよならみんな、さよなら。ゴーインジャー。We break our collarbones and come up swinging. Some of us are downed, some of us are crowned, and some are lost and never found. But most have seen it all. またいつか、ドブリアプロご飯、よろしくお願いします。では、あれが完成した暁にはコケラ落としにぜひ。ちょうど同じこと考えてた。あれってのは、我々の共同運営しておりますマルゴツコーポレーションが展開する巨大レジャー施設、マルゴツショッピングモールのことです。もうね、その辺の田んぼ全部埋め立ててですね、ドカーン行きますから。ドカーンじゃん。それと連動してあちらに見えます地図をがっつり埋め立てて、マルゴツランドというテーマパークを建設予定です。がっつり。午前中の土砂崩れもね、その大規模工事の現場あたりだって聞いて、内心ハラハラで。ええー、あんたらが原因。マルゴツ百貨店がこれぐらいだとしますか。マルゴツショッピングモールはそれぐらいを予定しております。でけえ。いよいよ国勢に乗り出す勢いですよ。そうなの。いやですね、ここら辺の山全部ザッサー切り崩してマルゴツエアポートに。わからないけど、どでかい事業なのは伝わってた。何？反対している地域住民がいる？ベイ、この町からつまみ出せ。ああ、え、埋め立て予定の湖に謎の巨大生物。今すぐサメ作って商品登録よ。名前はマルゴッチとかそんな感じで。ああ、どうぞ。はい、え、マルゴッチエアポートに弱者が絡みたがっている。その話を詳しく。私たちもこの辺で。ああ、やだな。お前、いつか宇宙人に遭遇したら絶対写メをくれよ。ちょっと仲良くなってんじゃん。宇宙人は本当にイカみたいな形してんだろうね。無論ざんす。マジテンション上がるな、それ。いや、行きましょうか。いや、行く。これからどこ行くざんすか。マチュピチュ。マチュピチュ。どう。よし、じゃあ、俺らも帰るか。うん。荷物どうします？ここは、よいしょ、荷物じゃんけんだろ。大変だ。行くぞ。はい、最初はギューじゃんけんパイ。あ、まさかの内田さん。くだらねえ、今日一日くだらねえ。勝負は勝負っすから。はい、荷物。俺のカバン、ゲーム機入ってるんで大事に扱ってください。寝たけんなよ。あ、そうだ、一つだけ。あ、なんだよ。滝さんは、どうしてこの仕事をしてるんですか？あ、そういえば、本当はアクション映画に行きたい人なんですよね。僕は、タキさんにもヒーローショー好きになってほしいなって思ってます。ありがとう、青山。でも俺な、今夢があるんだ。夢？本当はさ、こんな男臭いのじゃなくてさ、プリティでキュアキュアな方の中に入りたいと思ってるんだ。ん？え、それって、メルション！メルションってメルションとアクションの略、簡単に言うと、かわいいやつです。俺は、こういうのをやりてんだ。でもこなしじゃ、満足に踊れやしない。早く直して。
モートなわけがない。結構ゴリゴリなの言ってんな。俺は三次元には興味ないんだよ。早く手が治って言う。けっよし、帰るか。みんな、でっしょー。お疲れ様でした。今日はありがとう。お私、夕日がこんなに美しく感じられたの生まれて初めて。普段どんだけ家から出ないんだよ。あいつらだけだよ。どこもでかいの。でかい。王さんのカバンもまあまあ重いな。薬と。そうなんだ。あ、そこで拾ったよ。すいませんでした。どうしててめえ。私荷物持ってた。いいよ、お前が持ったらまた大変なことになりそうだから。すいません。携帯なんで通じなかったんだよ。3000万円を譲渡してくれるっておじさんと連絡を取り合っていて充電完全に騙されてるぞ。いいじゃん。お前ピンクのスーツ着たまま帰りの電車な。皆様にも同じこと言われてます。そしたら私の荷物もお願いします。じゃねえよ。じゃんけんしろよ。すいませんでした。あの日もちょうどこんなデパートの屋上だったな。雨でショーが中止になって泣いたおめえが勝手に楽屋に押しかけてサインくれた。あん時驚いたよな。慌ててマスク探してさ。父さんずっと謝ってたよね。え？ヒーローじゃなくてごめんなって。おかしかった。私ね、郷さんみたいには生きられないけど、郷さんみたいな笑顔の人になりたいってそう思ってるんだ。嬉しいな。いつか私に子供ができたら真っ先にここに連れてくるね。それまでずっとヒーローでいてね。二級たったの七五代だな。そういうこと言わないな。かっこ悪いぞ今のは。そうだ、ポーズとってよ。あの日みたい。マスクねえけど、いいか。垣根も国境もない自由な雲と風とがあるだけ。朝には太陽、夜には星が、ここへ来いよとお前を呼ぶ。他のと間違えて持ってきちゃったなんて。いやー、それにしても今日のはほんと恵みの雨だったな。てるてる坊主たちには感謝感謝と。
やばい、また電車一本乗り遅れたら大変だ。あの日見上げてた小さな夢、遠く空に浮き雲一つ。